で、もうこれやってたらいいんですよ。熱い。よろしく。今日はですね、野宿、まあ、俗に言うね、野宿、まあ、現代的にはキャンプなんでしょうけども、そういった場合ですね、昔の忍びの者忍者だったらどういうふうにやるんだと、で現代人だったらお米だったら飯盒で炊くというようなことをやりますよね。火をつけるんだったらライターマッチでやりますね。いわゆるそのキャンプを忍者がやったらってことですね。そうですね、野宿を忍びの者がやったらどうなるんだというようなことですね。全然違うんですか。基本的にはね、そんなに大差あるわけではないんですが、まあ、ちょっとした工夫があったり、まあ、意外なものがあるということですね。今回ちなみにここどこでしょうか。これ伊賀ですね。あの忍者の里とか言われてるその伊賀の場所ですね。この辺りに住んでる人がその忍びの活動をしてたと言われてるわけですね。なるほど。今回じゃあいろいろ見せてもらえるということで。そうですね、はいはい、先生今日お一人じゃないですよね。ちょっとね、女性の方がいらっしゃってるらしいんで、はい、こんにちは。あ、こんにちは。くのいちでございます。今日は忍者のキャンプみたいな感じですね、はい、そういうイメージで、はい、経験して、ください。はい、よろしくお願いします。ちゃん、そう、よろしくお願いします。翔吾さん、ちなみに、はい、忍者のイメージってどんなイメージですか。忍者のイメージ、もうなんか手裏剣とか、なんか人にバレないように、あの壁でこうやってやるやつとか、そういうイメージがあります。どうですか。どうですか。まあ全然違いますね。全然全く違います。具体的にはどう。まあ表にあまり出ない、見えない、隠れてると普通の人の生活のようなもの、ようなものですよ。じゃあドラマとかそういうなんか戦隊ものとかでよく見てたような、あの忍者とは違う。違います。ああいう特殊なスーパーマンというようなイメージじゃなくて、誰でもがひょっとしたら、忍者になれそうというイメージですね。ちなみにこの衣装、この格好っていうのは合ってるんですか。いや全然合ってますね。だってバレてしまいます、忍者って。あ、バレないようにするのも忍びってことですね。そうですね、普通の格好で普通にいないと。あ、じゃあこれ、ね、もう派手派手ですから。これで普段からいるわけじゃないんですね。そうまずね、はい、米を炊くのには、はい、鍋とか飯盒とかいりますよね、はい、でもそんな持っていくの大変ですよね、はい、だからそういうんじゃなくてこういう麻の布、まあ麻じゃなくてもいいんですけど、はい、まあ、麻の方がいいですね、強いから、はい、それに米、これ千枚ですね。これを水につけとくんですよ、はい、最初にね、まあご飯食べようという前につけとくんですね、そうしてこう麻の、まあ、袋の中に入れるとか、まあ、袋でもいいんですよ。で、はい、こういうなかったらこういうものですね、麻布でこれをくくって、これ鍋の中に、はい、米を入れた、はい、そういう状態ですね。いい状態、はい、こういう状態。なるほど。もうこれを示すんですね。でこれがこう鍋なんです、はい、でこれを炊くと。これを炊くんですか。そう地面の中に穴を掘ってこれをポンと入れると。地面で炊くんですか。で上に火を炊く。へー、初知りです、そうするとだんだん火がここ、蒸れてきてね、はい、でだんだんこれが炊けていく。へー、という、まあ、炊けるというよりは、まあ、ふやかす感じですね。いう風になるわけですね。でこういうね、はい、地面に穴を掘るんですね。おお。でこの中に、これを入れる、はい、でこのまま入れるとね、はい、この辺乾いてしまってすぐ燃えてしまうでしょ、はい、だからちょっと水ちょっとつけて、はい、こういう水だったらね、はい、ダバーンとこう水に、この子ですね、もう水にふやかすでしょ、はい、こうやってね、お水入れたの？もうこれやってたらいいんですよ。絞ってでボンとこう、おお、これね入りましたね。でこれを、はい、砂をさあ埋めてしまう、はい、バーン、わあ、かけていいですか？もうかけてしまう、はい、いうことですね。でこうなってるでしょ。でこの上で火を焚く、は
はい、あと植えてあげた日がここにどんどん伝わっていって、うんうんうん、下がだんだん蒸れてくると。なるほど、いうことですね。炊くときは蒸らすっていう、うんうん、下に行くんですね。普通はね、火は熱は上なんです。上ですよね。でも伝わっていくから。なるほどなるほど。だからこの子で火を炊く、タイミングが難しいんですよ。へえ。適当なところでいいかなと思って出すしかない。あ、噛んでいくってことですか。そうそう、ダメなときはもう一回やればいいと。あ、なるほどなるほど。やりすぎると焦げる。焦げちゃうんですか。まあ、でも焦げてもいいわね。じゃあちょっと楽しみ、どういう味になるんですかね。はい、ではこれをもう上で燃やす、焚き火をするということですね。はい、ということで、あの焚き火が出来上がる間にちょっと質問していきたいなと思うんですけれども、はい、あの私、あの忍者のイメージとして、あのこういうポーズとか手裏剣のポーズとかよくやるんですけど、やりますか？これはこうなんですけど。あ、日本なんですか？そうそうそう。で、これは、はい、これは刀の鞘なんですよ。刀、うん、鞘ね、はい、で、これは刀。刀、あ、刀印とか剣印とか言うんですけど、印、はい、っていうね、印って書くんですけど、はい、で、ここいる刀の鞘の中に入ってます。あ、入ってるっていうことなんですか？でこれこう抜いて、はい、こんなことやってこうやるんですよ。これくじ切れてるんですか？あ、こういうポーズはあったっていうことですか？あるあるぞ。え、なんかありますか？教えてほしい。なら、あのこうやっててね、これこう刀にここを入れてね、はい、で、ここを持ってください。はい、ね、で、こうやって、ディン、ディン、ヒョ、ヒョ、ト、ト、シャ、シャ、カイ、カイ、ジン、ジン、レツ、レツ、ザイ、ザイ、ゼンと、ゼン、で、イエーイと真ん中でね、やって、こうやってふっと中に呼吸入れといて、シューッと刀を収めて、ほう、で、こうで終わりますと、うん、いうイメージ。一番簡単ですね。これ早くじというんです、はい、早くじ、うん、ここの通じゅうの字になってるでしょ、はい、で、空の字なんですね。なるほど。で、早いから早くじって。あー、かっこいい。なんとなくそうすると、あの守っていただけると。で、この中ふっと入れてるけど、これはあの悪を入れてる、中入れるのと自分がその中入って隠れると。あ、なるほど。というイメージを2つ入れてるんですね。すべてに意味があるというか、ね、そうそうそう。火を起こし始めてからだいたい40分ぐらい経ったんですけど、はい、次はどういう工程が待ってますかね。だいたい 3,40 分ぐらい経ったら、はい、どんなぐらいかなって見ないといけないですね。じゃないと、はい、あの行き過ぎる場合もある、場所によっては、はい、そうですね。いうことがで、まただなっていうこともある、はい、いうことがあるので、それぐらいの時間になったら一回見てみると。あ、じゃあ今は確認しに。そうです。で、どうなってるか、はい、手見てみましょう。起こしてみましょう。近くで、うん、どんな感じなんだろう。あ、見えてきた、うん、見えてきてる。お、熱い熱い、熱いね、まだ熱そう、熱そう、熱い熱い熱い、暑い暑い。まだ暑いですね。非常に暑い。暑そう。わあ、はい、あ、もう見えてきた。1、2、3。はい、はい、なりました。はい、ご飯です。できてる。一応まあこういうご飯ですよね。はい、はい、素晴らしい素晴らしい。まあ一応まあご飯。ちゃんとふっくらしましたね。うん、ちょっとなってるでしょ。ある程度。はい、で、外の方やと砂が入ってるとかな、はい。中の方。中を。ええ。のこのあたり。絶対ね、美味しいはずがないですよ。美味しいはずがない。美味しいはずがない、うん、なぜかというとね、はい、炊いたんじゃないから、うんうん、まだ芯が、芯がある、うん、水分がないっていう、うん、そう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 。あ、でしょ、はい、ね、水分がなくて乾燥した、でも一応火は通ってるお米って感じです。理想としてるお米ではないっていう感じです。でも全然食べれる。全然食べれます。で、これはね、あのもうちょっと水気のあるところっていうかな、そういったところでやると、うん、ずっと湿気がやってもっとふっくらになる。で、こういう場所だとなかなかならない。そうですね、地面から湿気が来ないから、うん、でそれは仕方ない。水分があればもうちょっと美味しくなるんですね。そうそうそう。先生、今回はこのようないろいろなお米の炊き方を教えていただき、本当にありがとうございました。どういたしました。